こんにちは。今日はですね、ちょっと畑地をお迎えして吉祥寺サーキットで、この動画で初めて対談をやってみようっていう、ちょっと実は全くテーマ考えてないんですけど、とりあえずちょっとおしゃべりしてみようかなと思って動画を回しております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。畑地さんは吉祥寺に来られたのって先週が初めてですか？そうです、先週の土曜日が初めてで、今日は2回目ですか？なんかすごく違和感なく、実はお会いするのも2度目なんですけど、はい、普段ライブとかでいつもコメントのやり取りで楽しませていただいてるんで、初対面という気が全くしなくてですね、なんかすごい親しく話させていただいて大変恐縮でございます。で、ちょっと吉祥寺の印象をちょっといろいろ伺っていきたいなと思うんですけど、はい、まずその路面だとか、はい、あとはその環境もそうだし、はい、なんかその全体的な印象っていかがですか？そうですね、僕個人としては吉祥寺はすごく居心地がいい場所だなと思って、いや2回目の僕が言うのも変な話なんですけども、もう先週初めて来た時からこう周りの人たちもすごく温かいですし、そのコースの環境もすごく良くて、見ての通りすごいおしゃれな感じなんですよ、ね、こんな感じで。で、コースの路面自体もそのグリップ感がすごくミニスカップに近い感じで、カップレーサーとしてもすごく練習になる路面なんですね。普段走らせてる関東のウレタン路面って割とグリップが高いコースが非常に多いんですけども、はい、そういった中では非常に稀有な存在なんじゃないかなと僕自身は思ってます。僕はあんまりよく分かってないですけど、やっぱりその走ってる方が多いコースほどグリップが上がるんでしょうか？そうですね、おっしゃる通りで、レコードライン上のホコリとかをどんどんタイヤが巻き込んでいくので、どんどん路面がきれいっていうか、ホコリが減ってくるんです、ね、はいはいはい、そうすると路面のグリップが上がりやすい傾向にあって、あとグリップ材が OK の、サーキットだとみんなグリップ材使っていくので、どんどんそうすると路面グリップが上がっていくっていうのがあるんですけど、はい、吉祥寺はもちろんそのグリップ材禁止ですし、それにコースのお立ち台のところがちょっと狭くてですね、みんなスリッパを履いてそのままこう上がっていくんですね。ですので、多分床とかのホコリをちょっと拾っちゃってると思うんですよ。なるほど。で、それがいい塩梅に作用してグリップが下がってるのではないかという僕の考察です。推測をされてるところですね、はい、だからいい感じの路面を保ててるんじゃないかなと。なるほどね。いうふうに僕は思ってます。なんかある意味面白いですね、それってね。そうですね、コースの路面はね、一日にしてならずという感じで、はい、そうですね。あとレイアウトとかいかがですか？直線長い方かなと思ってますけど。そうですね、フルコースとまではいかないんですけど、うん、スーパーラジコン秋葉原と比較するとストレートが長くて、でちょっと大きめのコース、横に長いコースという感じで、普通に高速コーナーもありながら、低速のテクニカルもあるので、非常に総合力が試されるいいレイアウトなんじゃないかなと僕自身は思ってます。そうなんですね、はい、僕もスーラジの秋葉は3、4回かな、もうちょっと行ってるかもしれないんですけど、はい、去年の10月ぐらいからちょっとずつお邪魔してるんですが、はい、とにかく僕みたいなそのこうガバ開けかガン切りしかできないような初心者だと、はい、やっぱりどうしても転んじゃうんですよね、はい、でこっちだと本当にそんなにスキルがなくても、はい、なかなか転ばないっていう感じで、はい、その下手なんだけどもなんとか走らせられるっていうのが、はい、こう初心者目線で言うとすごくありがたくて、はい、で一生懸命練習してるって感じなんですけど、はい、なんかやっぱり畑地さんみたいにこう走り込まれてる方から見ても、はい、走りやすさみたいな、セッティングのしやすさみたいなっていうのはいかがですかね？そうですね、はい、こればかりは、うん、やっぱり普段走らせてるコースに慣れていくものなので、僕はずっと秋葉原で練習をしてきたので、吉祥寺のこの路面グリップの低さっていうのは正直まだ慣れてないです。ああ、やっぱりそうなんですね、はい、で走り方をちょっと変えないといけないなっていうのを非常に感じていて、うん、凛太郎さんなんかは逆に普段こちらでやられてるので、うん、秋葉原に来ると路面グリップが高くて転んじゃうっていう現象がやっぱり起きてると思うんですけど、はい、やっぱどうしてもね、そのラジコンってやっぱサーキットによってセッティングっていうのは変わっていくものなので、うん、こればかりはちょっとしょうがないかなと、なんかそれごとに合わせていくって感じですか？
かね。そうですね、車で合わせていくのか人間の方で合わせていくのかっていう話になる。やっぱり走り方でも合わせていくって感じになるでしょうね。そうですね、おっしゃる通りです。そうですね、やっぱりあのこういう風なその路面グリップの低いコースだと、はい、あまりこうなんだろう、無理なこうステアリングの切り方をするとお尻が巻いちゃうので、ちゃんとゆっくり切ってじわっと握ったりとか、はい、タイヤを大切に使う走り方をしないとちょっと難しかったり、そうですね、あとフリクション周りとかも、セッティングの話をするとフリクション周りとかもスルスルでこう動きが速い車っていうよりは、若干グリスで重たくしてこうグリップを大切に扱うようにマイルドな動きになるようにちょっと振ってみたりとか、そういう風な工夫はちょっと必要になるかなっていう気がしますね。なかなかね、それが初心者がこうどっちに振っていいのかがわからないっていうのがずっとあって、こうやっぱり2つのサーキットはい、こうスムーズに行ったり来たりはちょっとできないなって実は思ってて、はい、それもあって最近こっちばっかりっていうのが実はあるんですよね。でも全然いいと思います、はい、まずは一つのサーキットで自分のスキルとかセッティングっていうのを磨いていって、そうですね、でその後にこういうふうにいろいろなサーキットに行って自分の実力を試してみるっていうのがいいんじゃないでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、なんかねやっぱりこう一人で黙々と走ってるとなかなかこういうこうなんていうんですかね、先輩のアドバイスみたいなのを聞く機会自体がまあ今まで少なかったんですけど、はい、ここやっぱり 1,2 ヶ月ぐらいこうちょこちょこTL さんも含めていろんな方と一緒に走ってると非常にこう情報が集まってくるので、なんかこうどんどん自分のその経験値がいいスパイラルで上がっていくなみたいなのがあってですね、はい、なんか改めてこうミニッツが楽しくなってですね、あ、いいね、どんどん深い沼にハマっておりますが、はい、今週も2回目ですみたいな、こうね、デジタルな付き合いからこうリアルな付き合いにこう結びついていくっていうのは、うんうん、いや現代の流れだなって僕は思ってて、本当ですよね。まあね、今こうやって多分この動画もたくさんの視聴者の方が見てくれてると思うんですけど、まあ、僕らはこうやって今東京でいますけど、多分いろいろな地方にいろいろミニッツやられてる方がいて、こういう風なね、そのミニッツの輪を広げていくような活動っていうのはね、これからも続けていけたらいいなと思ってますので、そうですね、ぜひよろしくお願いします。もし東京にお越しになった際には、ぜひぜひ吉祥寺サーキットとスーパーラジコン秋葉原をどうぞよろしくお願いしております。はい、今日はですね、またまだこれ午前中っていうか、お昼ぐらいでここから本番で走っていきますんで、ちょっといろいろ畑内さんとまた頑張って走っていきたいと思います。今んとこ貸し切りなんで、はい楽しく走りたいと思います。それではまた。また。